皆さんこんにちは、ジシトコキャンプの山健です。先月ミニとさよならした僕らが新たな相棒に選んだのがこちら、スズキのエブリィ DA17V。 いろいろ迷ったんですが、子供たちの成長や僕らのキャンプスタイル考えると、これが今は最適かなと思いました。そこで納車された8月頭から、少しずつこのように暇を見つけて子供たちと DIY してきました。お気に入りのキャンプギアを採寸して収納スペース作れるのは DIY のいいところかと思います。床をフラットにするための足は、余っていた 2x4 用のディアウォール流用しました。もともと物を作るのは好きなので、自宅でも自分の店でもいろいろと作ってはきたんですが、なんせ素人、しかも車の知識皆無ですので、ま、完全に自己流ですが、子供たちと作業すること自体がいい思い出に残りそうです。床の土台になる部分を組んで、娘が塗装してくれた杉の羽目板を並べてみるとこんな感じ。縦に2枚並べたのは、子供たちが後部座席に座る時には分割してこんな感じの棚にしたかったからです。職場の前で作業していますが、傾斜がきついので平行を取るのは大変でした。内張りを剥がす道具使って天井を剥がしてみます。バックモニターなどの配線、ビニールテープで接着されていたので外します。8月の炎天下にさらされた車内、特に天井部分、触ったら火傷しそうなほどの暑さ。最初はビクビクしていた内張りでしたが、丁寧に外しても保管する場所ないのでカットしちゃいました。床部分の収まり悪かったので、こちらも形に合わせてカット。しかしなかなかサイズが合いません。ジグソーを持ってないので、手のこでちょこちょこ切ってやすってなんとか形を合わせました。それらの板を 1x2 の板で結合します。こうすることで取り外し楽になりますし、土台部分に引っ掛ける箇所ができて安定感も増しました。営業前か営業後に作業していたんですが、夜はできる作業限られます。この日はシリコンスプレーで脱脂、暗くなった車内にゴールゼロと持つだけで雰囲気が出てやる気が出ます。次に取り付けるのがこちら制振剤。これを取り付けると振動を抑えられて、例えば雨の音とかも静かになるそうです。金属面、広いところの方が振動が大きいかなと思って、こんな感じで貼ってみました。苦労したのはここ、内張りを残した前方部、ちゃんと外してから取り付ければよかったんでしょうけど、なかなか大変そうだったので、こんな感じで無理やり隙間から取り付けてみました。昼間は木材のカット、そしてこれは断熱シート、夜は圧着ローラーで制振剤固定した上から断熱シートを取り付けてみました。そしてこれも完全に自己流ですが、金属の板を取り付けた 1x2 をスライドさせて車体の隙間に差し込んでみました。ここを土台にしてヒノキの仕上げ板を取り付けていきます。これが薄くて軽くてちょうどよかったです。こうすることで車体には穴を開けず、天井の板張りがそれっぽい感じになりました。ということで、改めましてこんにちは、ちしとこキャンプの山健です。リンです。聖太郎です。この日は2023年8月28日平日の月曜日、夏休み終了目前の子どもたちとキャンプに行ってきました。なんとか車の DIY ある程度は完了したので出発することができました。この新しい相棒との最初のキャンプということで、どこかとっておきの場所はないかなと思った時に、ちょうどいいキャンプ場がありました。聖太郎わかる？よく神々さん通ってない？相模湖東インターチェンジで降りて、まず向かったのがいつもの丸越見かけ店。こちらで食材購入しましたが、軽自動車でも車内はこんな感じ。子供たちにとっては広々です。特にスライドドアの快適さ、ね、開けれる？今更ながら痛感しました。開けたり閉めたり簡単簡単。キンドコ、これ開けた？待ってね、もうすぐキャンプ場着いたら近いから、ここから道志道に入ってキャンプ場を目指します。僕らが3年前キャンプデビューした場所なんですが、その夏だけで確か8泊くらいしたと思います。しかしそれからずっと行けてなくて、とても久しぶりにやってくることができました。我が家から一番近いキャンプ場です。ということで、本日のキャンプ場、新戸キャンプ場に到着です。この細い道を行くのも久しぶりです。よいしょ。わー、この揺れる感じも久しぶりです。実際に来るのは久しぶりも久しぶり、3年前じゃないか。ルート案内を終了します。はい、ありがとうございました。ということで、新戸キャンプ場到着です。あ、そうそうそう、覚えてる？思い出した？受付綺麗になっていました。お父さんと会うのも久しぶりで嬉しくなっちゃいます。3人分で4000円の支払いと薪を1束購入しました。久しぶりに来たよ。平日8月末、到着したのは11時手前。あ、懐かしい、本当に懐かしい。とりあえずまっすぐ進んで奥のエリアの様子を見に行ってみます。ちょっと見に降りるか。はい、降ります。
どうぞ。この辺りは子供たちと泳ぐにはちょうどいい深さなんです。あそこが泳げるんだよね。ちょっと深いの、あそこに木がなくなってるじゃん。ここ倒れそうな木があったり、あ、ほら、ここでキャンプしたことあるよ。ここで坂道降りて、ほら、ここで川で遊んだ。他にも見て回りましたが、狙っていたサイトは全て先客がいらっしゃいました。あとはあっちかな、あっち側も流れるところあるよ。やはり最初に見たところが良さそうということで、ここに車を止めます。まずは下にね、ここにこれが入れてんの、ほら、使いやすいでしょ。あとペグケースもここにあるから。まだ車の DIY 始めたばかりですが、こうしてスムーズにギアを取り出せるの幸せです。長いこと留守番していたクーラーボックスも持ってくることができました。以前のミニだと車載がシビアだった分、何をどこにしまうか決まっていました。エブリィは元々の収納ほぼないので、これからそうした部分も増やしていきたいです。島キャンプでは持ってこなかったチェア、今回は人数分持ってこれました。カメちゃんのこれもあるし、カミカミさんのこれも、ヨーラーのこれもあるし、みんなのシールの貼ってあるこれも入ってる。わ、分かってんだ、すごい。じゃん。テント設営前に子供たちの休憩スペースを作っていますが、息子は自分のチェアの前にカミカミさんとお揃いのテーブルを設置していました。子供たちに水分補給してもらっている間、僕はテントの設営に入ります。この日のテントはサバティカルのギリアです。この夏の島キャンプ旅では忍者ネストとタープ、寝床にしていたので、なんだか大型幕を張るようなそんな気分。キャンプデビューしたばかりの頃はギアもほとんど持っていなくてシンプルなサイトだったんですが、それでもめちゃめちゃ時間かかっていたのを思い出します。まだ娘が小学校1年生、息子保育園児だったので、ここまでお手伝いもできませんでした。ここに来てみて特に子供たちの成長を感じました。2人が手伝ってくれたおかげで、あっという間にギリアの設営完了です。お昼ご飯の準備をします。僕も一緒にいただきますって、せめて喉だけでも潤わしたいんですが、まだ我慢。あまりにテントと車の距離近くなってしまったので、車の向きを変えます。カメラ回してると自分がいない時の子供たちのやりとり見れて楽しいです。金庫パー、お、そうだ、確かに。よし、ほら、これもあるから。お待ちかねのお昼ご飯にします。じゃん、マグロ。おいしそう。おいしそう、食べようか。4、こちらも4にしよう。で、パパは5、544、ちょうどいいよ。早い早い早い、ちょっと早い早い。あなた箱出されたらすぐ食べるで。醤油とかあるよ。1ヶ月ぶりのキャンプ、今回はとことん楽するつもりで来ています。明太だし卵と鮭先ほど丸越で購入したものをみんなで食べるだけなんですが、それでも十分楽しかったです。1本目、ございます。息子が乾杯の温度したいというのでお願いします。よく覚えましたよね。朝ごはんの牛乳の乾杯で練習している成果が出ました。上手、よく覚えたね。ここかな、やっぱり。基本的にお会いしたことのある方のキャンステ貼ってきましたが、そろそろスペースなくなりそうです。今度グルキャンの予定あるので、多分溢れかえると思います。水着に着替えてトイレ。ファンタあるね、後で買いに来ようか。こんにちは。ここトイレ綺麗だよ。ね、オートセンサーだから昼間は暗いです。相変わらずトイレはとても綺麗でした。ウォシュレット付きの清潔な個室もあります。さて、川遊びの前にちょっとご紹介させてください。ご提供いただいたのがこちら、ブルーティーさん。こちらのポータブル電源 EB3A、人気のポータブル電源のご提供をお受けしました。お話をいただいた時点では、本来行く予定だった九州遠征に持っていくつもりだったんですが、それが伊豆七島の島キャンプに変わって、それでも持っていくつもりでこの開封動画撮影していたんですが、この後確認したところフェリーへの持ち込み不可ということで、今回初めて持ってくることができました。こちら持てるかどうかわからない。
ねえ、今回は結構ね、みんな二人にはね、持って歩いてもらわなきゃいけないからね。持って歩いてもらわなきゃいけないからねというのは、まあこの時点では島キャンプに持っていくつもりだったからなんですが、ちょっと子供には重そうでした。なんだこれ、女の子の雑誌、絵が描いた説明書。ブルーティーの中でも最軽量のモデルということでしたが、まあ我が子たちには重そう。大きいね。島キャンプフェリーは OK で、もし持って行っていたら大変なことになっていたかもしれません。あーでもそうね、ちょっとリンには重いかな。セータルどう、これ持てる？よいしょ、持てる。コード入ってる、コード入ってる。これが最初の状態で充電がどれぐらいあるか、これかな、ボタン 66%。 100% か、なんかね、60か 70% ぐらいに普段してやるといいらしいんだ。おお、2回押したら光った。で、電源の挿すところがよいしょ、1、2 A タイプが2個と C が1個、 C もう1個欲しかったな。1、2、3、4、5、6、7、8、9ポートってことかな。じゃあちょっと充電しておこうかな、キャンプの前に。どれぐらいの時間でこの60から100になるんだろうな。こちら急速充電だと約1時間ほどでフル充電できるということでした。標準高速静音、3種類の充電モードがあります。毎回急速充電使っているとバッテリーの負担大きそうですが、キャンプの前に充電忘れたという時なんかには急いで充電できるのは便利そう。また充電ケーブルには AC アダプターがないので発熱の心配もありませんし、持ち運びも便利。ちなみにソーラーパネルでも約2時間ほどでフル充電できるということでしたので、今後本格的に車中泊の旅とかするなら導入を検討しても良さそうです。ポータブル電源もう一つ持ってなかったっけ？持ってるよ。それが今まで使ったのが、あ、こっちも小さい。こっちも全然軽いし小さい。ハンドル部分は使用時に取り出すのが一手間ですが、車載はしやすそう。逆にもともと持ってたポタ電は収納しにくかったです。持ち手出したりできるから車の中とかにはしまいやすいかもね。ね、近く。あともともと使ってる素材が違うから、こっちは爆発するかもしれない。こっちで、こっちはしにくいやつ。しにくいってことはするかもしれない。まあそうだね。やだ、そう、なんで爆発する。中にあるバッテリーが時々悪くなると、スマホとかもそうだよ。あと、みんなが使ってるスイッチとかああいうゲームもそうだけど、中に入ってるバッテリーが古くなったり保管してる状態が悪くて、例えばずっと太陽の光当たってたりとか、ね、すると時々爆発する時あるんだって。それがしにくいのがこっちのタイプなんだって。なんか違う素材。あ、そうそう、リン酸っていう。リン酸。リン酸。リン酸っていう素材なんです。そう。え、こっち？うん。こっち。そっちリン酸。こっちリン酸。リン酸。なんでかまたこっち向ける。こっちは。そっち清太郎さん。今まで持ってたポタ電との最大の違いはこちら、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用していること。リチウムイオンに比べて丈夫で繰り返し使えて安定性が高いのが特徴です。充電の速さには驚きました。ただその分冷却ファンの音は結構するような気がしました。こっちより速い、清太郎さんより絶対速いリン酸の方が。というわけでフル充電して今回のキャンプに持ってきました。早速使ってみようか。今日まず使いたいのは浮き輪で、いつもだとこれで踏んで空気入れてましたが、今回はこれも使えちゃいます。早速使っていきましょう。電源を入れてここに差し込んで、ポータブル電源があるととても楽ちんでした。だいたい1つ膨らませるのに 1% ほどの消費でした。数字で表記されるの残量が分かりやすくていいですね。僕は早く川で遊びたかったです。キンコ。今回は車載力がアップしたこととホタ電あるおかげで
ボートも持ってくることができました。もともと持っているポタ電も正直そんなに使っていなくて、スマホや撮影機材の充電に使うかなっていうくらいでした。しかし今回車を車中泊仕様にしていく中で絶対に欠かせない存在になるかなと思います。今後も動画の中で出番あると思いますので、また気づいた点があればご紹介したいと思いますが、とりあえず最初の1台何を購入するか悩んでいたらこの EB3A でいいんじゃないかなと思います。息子が謝ってきたので何事かと思えば、靴下の上からサンダル履いて水の中に入ってしまったということ。この子もおっちょこちょい。8月末ですがしっかり暑かったので、うわ気持ちいい、川の水気持ちよかったです。あ、魚いる。神津島で天然の水族館みたいにうじゃうじゃ魚がいる中泳いできたばかりなので、子供たち川魚の小さいやつにはあまり感動してくれません。それよりボートに乗ってみたいと。これキャンプ道具が少なかった3年前の頃はミニでもギリギリ持ってこれていたんです、はい、じゃあ3、2。この新戸キャンプ場に3泊4日の滞在キャンプして毎日ボートで遊んだりしていました。2人乗り用なんですが、その頃は3人でも乗ったりしていました。もう無理そうですね。子供2人でもぎゅうぎゅうです。ボートで遊ぶの楽しかったです。キントコ子供たちとたっぷり過ごして笑い声を聞くだけで元気をもらえる、そんな気分。この夏休みは結局2回しかキャンプに行くことができませんでした。島キャンプ旅7月だったので、8月はようやくこれが最初のキャンプ。記録的な暑さ続いていた中で我慢していた部分ありましたが、今回は車もちょこっと DIY して快適になりましたし、ブルーティーさんからご提供いただいたポタ電で電源にも困らず、3年ぶりにはなりましたが家から一番近い新戸キャンプ場なので移動の疲れもありませんでした。川でのんびりと泳いだ後、子供たちと夏の終わりを感じるキャンプ楽しみましたので、その様子はまた次週ご覧いただければと思います。この夏の初め、水にビクビクしていた息子もこんなに成長してくれました。いかがでしたでしょうか。車中泊仕様の DIY 動画なのか、ご提供いただいたポタ電のレビュー動画なのか、はたまたいつもの不思議キャンプ動画なのか、ごちゃごちゃした感じにはなってしまったかもしれませんが、すべて子供たちと楽しみながらやらせていただきました。何かご覧になっていただけた方のご参考になる部分があれば嬉しいです。これはボートだぞ。早く乗ってください。5、4、3、2、1。レベル1、波が出てきたぞ。レベル2、波が強くなってきたぞ。レベルが上がっていってボートから落ちそうになるのすごく楽しかったです。これは波なのか。レベル4、もしかしたら落ちるぞ。レベル5、耐えられるか。レベルが5になるとりんちゃんは絶対に落っこちます。何回もやってもらいました。レベル3、これは波なのか。セイタロー大丈夫か。僕はボートから落っこちるの嫌でした。落ちるなよ。新戸キャンプ場、春に悲しい事故があって休業されていたこともあって、どんな雰囲気になっているのかなと思いましたが、もともとののどかでのんびりした雰囲気そのままに、台風の影響などで倒れかけていた木々は一掃され、うん、すっきりと綺麗になった印象でした。向かいの青野原とも違ったアットホーム感があって、やはりここも好きだなと感じました。またちょこちょこお邪魔したいと思います。さて、車中泊仕様というか床をフラットにさせるのはこんな感じ。後部座席を倒したら土台の足を並べて板をスライドさせてはめ込みます。子供たちにはここでゴロゴロタイムを過ごしてもらいます。日陰になっていて幕内よりもこの時間帯は快適でした。今後この新しい相棒が僕らのキャンプにまた違った彩り添えてくれるかなと思うとワクワクします。車が広くなってみんなで工事したので中でゴロゴロしたりできるようになって嬉しかったです。ということで2本目いただきます。はい、皆様のご参考とやや高い乾杯。はい、僕は今頃ミニクーパー泣いてるんじゃないかなと思いました。息子ならではの発想にハッとさせられますが、こうして思い出を共有しながらこれからも新しい物語一緒に作っていけたらいいなと思います。これもいろんな種類のがあるから助かるね。
本当に iPad も充電できるね、これで。ああ、そっか、うん、私は3人で並んで寝られたら楽しいと思います。どうですか、広さ的には。広い。でも3人寝にはちょっと狭い。ギリいけそう。生誕寝相がダメだな。生誕寝相が怪しい。歯抜けたからもう寝相良くなった。どういうこと。ね、でもいい感じだね。ギリギリ。ここにテントある。これね、テントで寝るのもできるし、この中でも寝れる。どっちにする今日は。こっち。本当？じゃあ生徒だけ一人で車の中で。ああ、ピカチュウと二人で。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チチトコキャンプ、ヤマケンでした。リンでした。聖太郎でした。バイバーイ。チチトコキャンプ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。綺麗だね。